さてさ、シャコレでございます。本日は、夕方の5時2分になりました。ちょっとブラブラしていきたいと思います。すごい眩しいな。今日はちょっと帰り道がてら、ラーメン丼をね探したいと思います。前にもちょろっとお話ししていたと思うんですけど、リサイクルショップで気に入った丼、僕はラーメン丼にできると思って購入したんですけど、同僚に言われたのが、非常に軽いねプラスチックっぽい陶器をラーメン丼に使うと熱が逃げてしまうと。なんで重たいしっかりとした陶器の丼を選ばないとダメですよって言われてね。ただ現在ラーメン丼僕所有していないので、それを使わざるを得ないので、ちょっと新しいものを探しに行きたいなと思っています。で、僕が最初気に入って買ったやつはサラダボウルなんですね。そういえば最近すごいね、足の指がなんか違和感というか凝ってるというか、僕首も指もなんかポキポキと鳴らしてしまう癖があるんですよ。今鳴るかな、なんかこうやってね、こうやって鳴らすんですけど、それを足の指も同時に鳴らしちゃうんですよ。で、寝る前、いわゆる立っていたり仕事をしていたりパソコンの編集をしたりっていうことがあって、ようやく寝るぞっていう時に足の指を鳴らすんですね。こう足があったらかかとでこう押しつぶして鳴らすっていうような形なんですけど、それでもなんかやっぱ気になっちゃうんですよ。で、気になっちゃうとそれが気になって寝れなくて、なんか違和感があるというか、なんか指とか首とかは鳴らしてしまえばそれで落ち着くんですけど、足の指だけはそれがうまくいかなくて、僕の立ち姿勢だったり歩く姿勢だったり、そういう負荷が多分指に、足の指にかかってしまっていて、多分そうなっちゃってるんじゃないかなと思って、昔スポンジ型の足の指の感覚をこうやって広げてリラックスしますよみたいなのをね、ドラッグストアで買った覚えがあるんですけど、それでも全然改善されてなくて、どうしたらいいんだろうな。ものすごい睡魔が勝っている時はそんなこと気にせずバタンキューで寝れるんですけど、なんか寝つけないかもしれないけど、でもとりあえず横になんなきゃ寝れないよねって言って寝る時あるじゃないですか。その時まあ足の指が気になっちゃって、結果いつの間にか寝ちゃってね、朝起きたら何の気にもならないから平気っちゃ平気なんですけど、それがなければより快適に寝れるのになっていうのが現状なんですよ。なのでまあないと思いますけど、そういうものがリサイクルショップにあれば探してみたいと思います。はい、着きました。ここはハードオフがメインですので、主にカメラ関係をメインに見に来ましたっていうのも、GoPro の USB とステレオミニジャックの変換アダプターがあればいいなと思って、一応動作確認できるように GoPro も持ってきています。その他ラーメン丼、あと何か言ってましたっけ、あと足のね、まあ、ないと思いますけどヘルスケア的なところに、足のなんかそういうマッサージじゃないけど、そういうものがあれば探したいと思います。行ってきます。はい、さあ戻ってきました。暗くなりましたね。電気をつけます。残念ながら探していたものはありませんでした。64のコントローラーに関してもなくて、やっぱりゲームキューブのコントローラーはねいっぱいあるんですけど、64のコントローラーはなかったと。ただ、64のソフトのみ2つ購入してきました。1点はドンキーコング64ね、見えてるかな、これぐらいの明るさのところだったら見えるかな、ドンキーコング64、そして、コントローラーが1つしかないのにマリオパーティー2ということで、108円でした。ちょっとね見方が分かんないんですけど、ここの後ろに、ここが電子接点ですよね、このスーファミ64ともに。ここがで星のカービィ64があって、あーすごいやりたいって思ったんですけど、ここのところがすごいサビサビだったんですよ。で同じく108円、これも全部108円なんですけど、ちょっとそれだけはどうしても買って試すっていうことをもうできないぐらい本当にサビサビで、だからちょっと諦めました。ただこの2点購入したので、また持って行ってねやりたいと思います。というわけで帰り道に関しては
その以前買った64のソフトの話をねしたいと思います。では帰りたいと思います。行きます。いや、それにしても暗くなるの早いね。まず実況パワフルプロ野球2000に関しては非常に楽しめています。ちょっといい意味でカクついてね、全然打てなかったり打たれなかったりっていうことがあるんですけど、64のソフトって本体に、セーブデータが残ってる形で、前使っていた型のアレンジチームといいましてね、巨人だったら巨人、阪神だったら阪神のその時のデータ以外に違うチームから選手を引っ張ってきたりして、オリジナルのチームを作れていたり、はたまたサクセスモードといいまして、自分で作り上げたオリジナルのキャラクターを入れていたりとかっていうデータがあって、それがね結構楽しくて、僕は一応大阪出身でして、阪神、パリーグであればオリックスっていう形をゲームでは基本的に使うようにしてるんですけど、阪神の1番センターにイチローがいたり、なかなか面白かったですよ。新庄がまだいたりね、ピカチュウ元気で中に関してはちょっと付属品がなかったので、そのまま眠っている形です。一番最初なんか大木戸博士に連れられてマサラタウンのちょっと離れたところへ向かうんですけど、ほれあそこにピカチュウがいるぞとかって言って Z ボタンを押してマイクで話しかけてくださいっていうチュートリアルのところで、何もできずに終わっています。あとは持っていたマリオカート64ね、それをやっていますと。でよしゲームするぞって言ってゲームするんではなくて、例えば YouTube の動画であれば作っていってカットしてカットしてつなげて、よしじゃあ最後見直すかっていう時に、なんかね気持ち的にいつもそうなんですけど、はい一番最後まで編集しました、ではもう一回最初から最後見てみましょうっていう、この繰り返しの作業がちょっとねめんどくさいんですよ。なんか気持ち的にまた最初から見なきゃいけないのか、かといってそれを見直さなかったらなんか変なところがあってしまっていたりとかっていうことがあるので、必ず動画を作っていく上の工程で必要な作業なんですけど、いわゆる自分をね見ながらカットしてさ、それが終わってまた最初からまた自分をっていうのもちょっと億劫になるんで、その間に一回、マリオカートの4レースをやって、気分転換をしてもう一度見るみたいな、そういう形で使っています。ドンキーコングがね楽しみなんですよ。こればっかりはちょっとハマってしまいそうで怖いんですけど、マリオパーティーはそういった意味で言うと、もう書き出し前の確認作業とかの時に一つだけこのゲームミニゲームやって、もう一回パソコン作業に戻ろうとかっていう時には非常に短期間で遊べるソフトだとは思っています。そんな感じですね今日のブラドラはね。さあ、順調なこのアイビスミニを使って最近はブラドラを行っていますが、だいぶ暗くなってきてね、何が映ってるのかわからない状況だと思いますので、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴をいただきありがとうございました。ではシャークルでございました。また明日。